こんにちは、リンパケアサークルゆるふわのあしみです。最近寒くなると体調を崩しやすい、冷えが気になるという声をよく耳にしますよね。実は体温が1度下がるだけで免疫力は 30% も低下するんです。寒い朝なかなか布団から出られない、デスクワークで肩がガチガチ、夕方になると疲れがどっと出る、こんな経験ありませんか？実はこれらの症状のほとんどが低体温が原因なんです。現代人の平均体温は50年前に比べて約 0.5 度も低下しているんです。これは暖房完備の生活や運動不足が大きく影響しているんですね。でも大丈夫です。今日は体温を上げる習慣をご紹介します。まずお風呂習慣から始めましょう。ポイントは湯船にゆっくりと浸かることです。シャワーだけで浴びてしまうと交感神経側の刺激だけになって緩んだり体温を上げたりしにくいんですけれども、副交感神経刺激に入ることによって中が緩み、内側から体温を作ることができます。そうすることで体の深部体温が上昇します。次は食事面です。しっかり熱を作る食事、これは糖質が関係するんですけれども、特に日本人はお米、ご飯が合うので、ご飯をしっかりよく噛んで食べるということが体の温度を上げることにはとても有効です。それにプラスして生姜、シナモン、ニンニクなど体の内側から温める成分をうまく使うのも有効です。そして最後にセルフケアです。体をしっかり緩めることで副交感神経優位になり、副交感神経優位になることによってエネルギーと温度ですね、体温を作ることができるようになりますので、ぜひ試してみてください。それではセルフケアをご紹介します。体温を温めるのでものすごく重要な部分が顎になります。顎の筋肉というのは全身、手や足に向かってつながっている要の筋肉になりますので、ここの筋肉を緩めるっていうことが全身の筋肉を緩む、で全身の筋肉が緩むということは全身の筋肉の熱を作ることにつながっていきますので、ぜひやってみてください。でやり方としてはまずこちらですね、耳の付け根のところ、この奥のちょっとペコってへこんでる部分に親指を当てて、こちらですね、耳たぶのところに中指を当てるようにしてください。この状態で後ろ回しに 1,2,3,4、 ついでここのほっぺたからエラに向かって 1,2,3,4 と4回撫でてください。で続いてまた耳たぶのところに触れてもらって、後ろ回しに 1,2,3,4 です。で続いて顎を揺らすんですけど、前、まず前に下顎ですね、下顎を前に 1,2,3,4 と動かしてください。続いて今度はその下顎を今度軽く前に出してから横ですね、横横横横で4回で、最後は軽く下顎を前に出してから口をあと開けるようにしてください。でこれを耳たぶ回しから顎やらしまおでを、3セット残り2セットしていきますね。耳たぶに触れて後ろ回しに 1,2,3,4、 ほっぺたを 1,2,3,4、 もう一回耳たぶに触れて後ろ回して 1,2,3,4、 顎前後に 1,2,3,4、 左右に 1,2,3,4 で出してから、はい、もう一回耳たぶ触れて後ろ回しに 1,2,3,4、 ほっぺたを 1,2,3、もう一回耳たぶに触れて後ろ回して 1,2,3,4、 顎前後 1,2,3,4、 横 1,2,3,4 で出して、あで3セット終わったら、今度は手をこういう風に手のひらが内側を向いた状態で、でこういう形ですね、で横に持ってきてもらったら、肘を後ろにするように、胸をここが開くように 1,2,3,4で、この状態で後ろ回しにくるくる 8×4 セットです。1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,6,7,8,3,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,6,7,8 で OK ですね。で、これを今度は耳たぶ回しから腕回しをあと残り2セットしていきます。また耳に触れて後ろ回しで 1,2,3,4 ほっぺたを 1,2,3,4、 もう一回耳たぶに触れて後ろ回して 1,2,3,4、 顎前後で 1,2,3,4、 横ですね 1,2,3,4 して
でして、いいしてから、あー。で、腕を持ってきてもらって、まず後ろに、1、2、3、4。で、ここから後ろ回しになりますね。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、8、4、2、3、4、5、6、7、8ですね。はい、もう一回です。耳たぶのところにピタッと触れてもらって、後ろ回して、1、2、3、4。ほっぺたを1、2、3、4。もう一回耳に触れて、後ろ回して、1、2、3、4。顎前後で、1、2、3、4。横、1、2、3、4。にして、あー。で、また同じように手を持ってきてもらって、後ろに、1、2、3、4。で、そこから後ろ回して8かけるよ。1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,4,5,6,7,8,3,2,3,4,5,6,7,8,4,2,4,5,6,7,8 で、OK です。いかがでしたか？今回ご紹介した方法は、どれも無理なく続けられるものばかり。明日からできることから始めてみましょう。今回の動画が良かったという方は、チャンネル登録とベルマークの設定をお忘れなく。皆さん健康で温かい毎日を過ごしましょう。ご視聴ありがとうございました。